私の名前は千歳守、共働きの会社員だ。夫の和也も忙しく働いている。私たちにはマイホームを買うという夢があり、それに向かって貯金をしていた。私が働いているのはとある会社の事務課。そこには20人ほどの同僚がいる。その中で厚郎先輩はよく奥さんの愚痴を言っていた。うちの嫁はさ、パートで時間があるのに家事をろくにしないんだよ。そうなんですか。飯まずだし、いつも失するし、子供に対してかなり強く叱るから、俺がいつもかばってるんだよ。と雑談になるたび愚痴っている。先輩の言ってることをすべて信じるならひどい奥さんだろう。みんなは適当にひどいねなんて相槌を打つしかなかった。そんな中、会社の行事でバーベキューが開かれることに。交流会なので親族も連れてきていいと言われ、私は夫、先輩も例の奥さんを連れていた。あ、こんにちは。いつもお世話になっております。どうも。なんだかそっけなく、失礼ながら確かに暗くてギスギスしている印象を受けた。あんな感じでうちに帰ったらヒステリックになるのかな。大変ね。確かにいろいろありそうだねと同情する人が多かった。どうしたの。いや、旦那さんとも話したけどさ、あっちもなかなか強烈だと思うよ。そう、男同士で思うこともあったのだろうか。夫のその言葉は後から理解することとなる。交流会から3週間ほど経った頃。いやー、やっと離婚になるよ。え、本当ですか。なんと先輩が奥さんと離婚を前提とした別居に踏み切った。やっと解放された。とすっきり顔してて、周りもなんとなくよかったね、新しい人生が開けるねと祝福ムードに。私もまあ本人たちが決めたのならガイアが言うことはないな以上の言葉がなかった。すぐに離婚は成立。しかししばらくすると先輩はやけにイラつくことが多くなった。あー、くそくそ。え、どうしたんですか。飯食ってなくてさ、嫁がダメでさ。え、離婚したんじゃ。そういうことじゃなくて。あ、離婚したというのになぜかお嫁さんに文句を言っている。シャツがアイロンかけられてない、ゴミが捨てられてない、食器が洗われてない、とにかく家庭のことでブツ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 言っている。部長などにも同じように。何をどうしたのよ、やっとお嫁さんと離婚できたんでしょ、と突っ込んだらやっぱり。いや、そういうことじゃなくて、と怒鳴った後黙り込む。は？怒鳴るのはやめなさい、みんなもびっくりするでしょ。部長にも切れるなんて驚いた。そしてある日、先輩が大遅刻してきた。来た時にはめっちゃ切れまくってて、顔が青黒くなっていた。一体どうしたのよ。部長に遅刻の理由を聞かれると、先輩はとんでもない言い訳を始めた。トイレットペーパーがなかったんですよ。一同ポカン。いや、何それ。トイレットペーパーがなくて、買い置きもなくなってて、今朝トイレに入ってどうしたらいいかわからなくなってパニックで、結局シャワー浴びてきましたけれども、嫁がちゃんとしないから。同じように嫁がといない人のせいにする。そこで同僚が、あの、奥さんって離婚する前提の旦那さんのためにわざわざ別居している家からトイレットペーパーの補充に来なきゃいけないんですか、と真顔で聞いたところ、先輩はさらに青黒い顔になった。そういうことじゃなくて、叫び、いきなり部屋から出て行ってしまった。どういうことなのよ、何回も何回も。そこであれほど先輩に同情していたみんなもおかしいなと思い始める。私が面談するから、みんなは仕事しててね。そう言って部長は先輩を別室に呼んでくれた。その後は空気抜けたみたいになってたけど、みんな腫れ物扱いで仕事以外では話さないようになった。私は奥さんに未練があるのかなぐらいしか思っておらず、距離を置こうとしたのだが。守さんさ、俺の弁当作ってきてくんない。は？面談から1時間後、今度はニコニコしながら先輩がこんなことを言ってきた。なんで私が。1個も2個も一緒でしょ。ついでに余ったおかずとかも持ってきてよ。あ、レイミちゃんは今から麺も渡すからさ、買い物してきてくんない。それから。はあ？なんと先輩は今までお嫁さんにやらせていたであろうことを私たち女性社員にやらせようとしてきたのだ。するわけないでしょ。なんだよ、冷たいな。ああ、もしかしてワンチャンされちゃうとか思ってる。ないない。でも俺はいつでもフリーだよ。私夫いるんですけど、本気で言ってます？私を含め女性だけでなく男性社員からも非難が。先輩はまた顔色を変えた。今度は真っ赤に。俺は今困ってんのに、嫁がいないんだぞ。離婚したがってたのは先輩じゃないですか。そうだよ。でも嫁のせいで生活ができてないんだ。助けてもらうのは当然だ。また騒ぎを聞きつけ部長が来てくれた。何してるの。そこで言われたことを話すと、再び部長は怒り出す。非常識なことを。
でも俺は助けを求めただけで、自分から望んだのだから一人で何とかするのが当然でしょ。もう今日は帰りなさい。部長は切れて先輩をとうとう家に返してしまった。すごすごと帰っていく先輩、それを見送ってから部長は呆れながら別室で話したことを教えてくれた。自分から離婚してやったんだってずっと言い張っててね。あの様子じゃ本当かどうか怪しいわね。とはいえ私たちには確かめる術がない。また行ってきたらもう一度話し合いね。怒られたのがよほど答えたのか、しばらく先輩はおとなしくしていた。まあ時々嫁のせいでとかブツブツ言ってたけど、だが年末になりまた交流会を兼ねた忘年会が開かれた。今度はただの飲み会だったが、夫は人と話すのが結構好きでまた行きたいと言ったので連れてきた。はい、今年もお疲れ様。部長が乾杯した後それぞれ飲み始めたわけだが、夫の隣になぜか先輩がやってきた。どうも久しぶり。ああ家内がお世話になっております。俺実は離婚しちゃって、奥さん貸してもらえません？は？いきなり何を言い出すのかこの人は。私も夫も呆然としているところを畳みかけてきた。嫁のせいで皿とかトイレットペーパーの位置とか分かんないし、買い出しも面倒だし、飯とかは作って持ってきてくれればいいんで。夫がいいですよなんて言うと思っているのか、勝手に要望をベラベラ話し出して周りも凍っていた。いやいやいや、同じ男なら理解できると思うな。ダメな嫁持ったら大変でしょ。それにはさすがにカチンときた。しかし言い返す前に夫が静かに切れた。うちの嫁はダメじゃないですよ、むしろ俺にはもったいないくらいですから。へえ、そうなんだ。じゃあ俺の世話ぐらい簡単じゃん。ちょ、なんでそうなるんですか。好きでもない男を世話するわけないですよ。奥さんに逃げられたんでしょ、その様子じゃ。な、夫のその言葉に先輩はあからさまに慌て出した。俺が捨てたんだよ。話を聞いてるとあなた家事とか何もできないみたいですし、トイレットペーパーのストックもわからない、掃除も買い出しもしないとか、奥さんに任せっきりだったんじゃないですか。それは当然だろ。俺の仕事は働くこと、嫁は家事をすることだ。どういう取り決めをしてたかわかりませんけどね、普通の夫なら買い物とか普通にできますよ。料理だってするし、今時普通ですから。もしかして奥さんのやることにいちいち文句つけてたとか、自分の母親と比べたりとか、だから出てったとか。最後の方は当てずっぽうだったらしいが、先輩はガーッと叫ぶようにうなった。違う、俺が追い出したんだ。じゃあなおさら自分でやらないと。俺はできないから助けを求めてるんだ。いや、覚えた方が早いですよ。先輩が怒鳴っているのに夫は冷静に返すから、周りは笑いをこらえていた。それに気づき先輩はますます焦り出す。先輩、もしかして奥さんがヒステリックとか飯まずとか嘘だったんじゃないですか。勝手に文句つけて奥さんを傷つけてとか。夫から毎日文句言われたら嫌にもなるわ。私も何もしないで文句だけつける男って無理。次々と女性社員から言われ、先輩は慌て出す。なんだよお前ら。あら、じゃあ奥さんに聞いてみようかしら。緊急連絡先としてまだ電話番号が会社に残ってるはずよ。部長がそう言うとあわわしながら先輩は店から出て行った。ありゃ上層部に報告ね。コンプライアンスも厳しい世の中だ。部長は本当に先輩のことを上に報告した。すると案の定左遷となってしまった。知らないところで暮らすなんて。一人で何でもできるようになりなさい。どうやら夫が当てずっぽうで言ったことは当たっていた。先輩の奥さんは共働きの中家事も洗濯も頑張っていたが、先輩は手伝いもしない。おまけにこんなの母さんのやり方じゃないと文句をつけていたそう。母さんに習ってきたら。それが一番じゃん。結婚したんだから俺に合わせるのが当然。ご飯も自分の母親と同じ味付けじゃないから飯まず扱い。最初は怒っていたらしいが、それがヒステリーなどとからかわれ、奥さんはだんだんと元気をなくしていったみたい。そしてついに我慢の限界を迎えて離婚になったそうだ。その後先輩は左遷先でも女性社員に同じように飯作って家に来てと頼み始め、とうとう解雇になってしまったそう。俺は悪くないのに、嫁が。最後までお嫁さんのせいにしていたのは笑ってしまった。私は夫になぜ最初の交流会で先輩が何か変だと気づいたのか聞いてみた。話しててなんとなくね、ダメな嫁を養ってる俺かっけーみたいな感じだったから。喋り方がさ、奥さんも横でため息ついてたし。そうだったんだ、わかるものなんだね。夫の勘は正しかったのだ。まあそこで先輩がああいう人だと見抜いていたとしてもどうにもならなかったと思う。奥さんが今幸せに暮らしていることを願うばかりだ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。